ということでやってまいりました南砂町、なんとこちらでございます。松屋さん、まあ松屋さんって山形県にはね、まあ、3つぐらいしかないんですけど、うん、この松屋さんにね、なんと変わり種の自動販売機があるということで、こちらでございます。この自動販売機はこれだ。冷凍自動販売機ということで、こういうのが登場したんですよ。あとここご時世ですね。うん、まあどんなものがあるかちょっと見てもらっていいですか。まず定番こちら、牛飯の具2個入りセットで500円で、こちら、ね、オリジナルカレーロースとんかつ400円と、これで400円という、こちらもね、オリジナルカレー、牛飯の具400円。そしたら行きますと、あ、こんなのもやってんですね、これ。牛飯バーガー、ね、こちら、1個300円。こういうのも展開してると、あら、とんかつバーガーですよ。いかがですか、とんかつバーガー。いろんなのやってますね。で、豚飯、牛飯。オリジナルカレー、とんかつだけっていうのもすごい、これは変わってますよね。なんか最近これ出たばっかりみたいで、多分ここしかないんじゃないですかね、この南砂町にしか。ちょっとなんかせっかくですから、何か変わり種、ね、そうですね、ちょっとどの辺にしますか、これとんかつバーガー、これちょっと買ってみようと思います、ね、さあ果たしてどういうとんかつバーガー、どういう、多分こんな感じで出てくるんだけど、ちょっとね買ってみようと思います。はい、で、ナンバー5でいいんですね。はい、5番。買う。さあ、とんかつバーガーということですね、これ。ちょっと、今あの、チンするものありませんから、ちょっと後でいただきますけど、でもちょっと開けてどんな感じなのかね。私、これから山形戻るんですけど、ちょっと開けちゃいますよ。開けると、あ、まあ、健康には梱包されてます。熱いので火傷に注意と優しく書いてあります、ね、でも開けちゃいますね。あー、見ますかね、あ、結構なんか一口サイズでちょうどいいっちゃちょうどいいよな。可愛いですね。へー、こういうのがね、とんかつバーガー、こういうのも販売されているということで、これまた後でゆっくりいただこうと思います。今日はこの南砂町にあります松屋さんの多分日本で唯一の自動販売機をご紹介いたしました。さあ出てきました、こちらでございます。バナナはドールさん、ドールのね、ドールのバナナ一式の自動販売機となっております。150円ですね。あれはバナナしかありません、ね、さあバナナでございますけども、特に言うことはございません。特にね、これから私はちょっと一杯引っ掛けに行こうと思ってますんで、バナナの自販機がありますよと、首輪にはこれもありますよというご紹介でございました。はい、番外編ということで、なんとパルコさんの6階には今こんなのがあります。ピーチさんの旅くじ、旅くじです。行き先を選べない旅してみませんかということで、なんと5000円のガチャガチャなんですね。でペイペイも使える。これ行き先がわからないっていうのはどういうことですかね。なんだろう、ちょっとね、いろいろ面白いガチャですだったんで、ちょっと撮らさせていただきました。それではすいません、ちょっと説明だけしていただいていいですか。はい、 この旅くじ5000円でそのチケットが出てくるわけじゃないんですよね。そうですね、はい、ポイントにピーチのポイントと交換となっておりまして。あ、ポイント、はい、そうですね、こちらで、はい、こちらのポイントで航空券を買えるっていう形になってます。
あ、ポイントで航空券が買える、はい、で、行き先はピーチが東京から、はい、11カ所、はいはいはい、沖縄、大阪、宮崎、鹿児島、長崎、福岡、大分、札幌、あれ、これなんていうの、なんていうの、え、沼んべつ、まあそんな感じのね、で札幌ね、あ、この11カ所に行けるんですね。これの距離結構違いますよね。だからちょっと値段とか変わってきちゃうのかな。そうですね、週末とかで運賃はちょっと変わってきたんですけど、はい、はいはいはい、はい、いろんなところに行けるっていう。なるほど、とりあえず5000円分のポイントはもらえるんですね。あ、5000円は確実なんですけど、はい、5000円よりちょっとお得なポイント、お得なポイントがもらえる、はい、あ、そうですか。ということは5000円以上、例えば福岡なんてのは何ポイントぐらいで行けるものですか。ポイントもらうんだ。そうですね。なるほど。決まった金額はちょっとお伝えできないんですか。ああ、そうですか、そうですか。これもだって結構人気あるんですよね。そうですね、今日が、はい。あ、買われてますか。はい、買われてます。こういうのが旅の醍醐味ですよね。本当に。山形県にもぜひあのピーチ、ね、来てくれないでしょうかね、ちょっと。ねえ。これはあのいつまでやられてるとかあるんですか。今まだ決まってなくて、はい、亡くなり次第終了となっております。亡くなり次第終了ということで、まあ、詳しくは、ピーチのこの、はい、QR コード質問のところに載ってますので、こちらをね、皆さんパルコに来ていただいて QR コードかざしていただきますと出てくると。はい、ちょっと説明不足で大変申し訳ございません。いやいや、とんでもない。すいません、お仕事中にお邪魔いたしました。こういうね、ピーチさんの宝くじガチャが今、パルコであるということのご紹介でございました。はい、ということでいかがでしたでしょうか。この東京にもういろんなね、変わり種自動販売機がありました。いやー、今週から始まりましてね、最後の日は松屋さんということで終わりましたけども、さすがにね、あの秋葉原のやつはさすがにちょっとね、そそられなかったね。だってカラーボールが290円、誰買うのよこれ。申し訳ございません。まあ、あのいろんなのが東京にもいっぱいあったということで、完全にプライベートなんだけど、なんかそっちの方が忙しくて大変でしたよ、今回の東京の旅は。まあこれまた戻ったら雪がすごいんだろうな。また始まりますよ、本当に除雪、ね、うん、もうね、帰らないといけませんのでゆっくり帰ろうと思います。今回は東京の変わり種自動販売機をご紹介いたしました。ご視聴ありがとうございます。ご視聴ありがとうございました。この動画が良かったらグッドボタンとチャンネル登録もよろしくお願いいたします。 Thank you for watching. Please subscribe and hit the like button.